どうも、おはようございます。7月19日、朝5時20分の相場解説になります。昨日はね、ちょっと底根を打ったかなと、確信があったわけじゃないんですけども、試しに倍でエントリーしましたが、まあやられちゃいましたね。えー、こちらを見て、お、上に上がってきたのかなと思ってね、ノリでやってみたんですよ。皆さんには真似しないでくださいねと言いました。昨日の正解は、やっぱり見ていることですからね。私の場合はちょっと試しにやってみましたんで、 あのかぶれるリスクと失っていい資金があるからやったわけですからそこはね重ねて申し上げておきますでその後まああのー、値段が下がってロスカットを食らってそこから改めてこのような値動きになっているよということそして昨日注目のこの陰線陽線のこのかぶりですよねこれがあるってことはエントリーがしにくいよってことはもうさんざんぱら申し上げておりましたここも同じですよね うん。だからこういう時ってのは入らないのが正解です。で、昨日は特に月曜日で様子を見る回だったんで、私のエントリーは本当ね、余興だと思って気にされないでください。今日はでもエントリーしますよ。で、えー、今1時間軸を見ていただいてるんですが、さあ、一体価格の下落はそこを打ったんでしょうか一番安い価格でヒゲを出したのがここです。つまりヒゲを出したってことは、安値をつけたんだけども急速に逆回転が起きて買い戻されちゃったよってことです。で、 このヒゲをつけている要線はご覧のように下ヒゲがものすごく長いですよねつまりはもう下に行く余地がないよと137円の940ここがまあ最底値だと思ってもいいんじゃないかなと思いますただしヒゲを出してますんで瞬間的に狩られる可能性がありますんで一応ね137円の800あたり795と今切り板書いてますけどもこちらにロスカットラインを引く方法として今横線を引いております 137円の795ね138円は割らないと思ったんですが思っただけであって現実はまあいとも簡単に割ってくるってことでございますまあただね137円の、まあ、80あたりが推しの限度ですよね推しっていうのは価格の値上がり中のその中のセカンダリートレンドの値下がり最低額ってことです ま、これをね、踏まえて、今度ね、15分足を見てみましょうか。そのまま15分足を見ていきますよ。1時間をさらに分析するためには、さらにい足を見ていく必要がありますが、さあ、ここで、えっ、ー、と、ざっくりとね、レンジを作っていきます。こんな感じです。はい。そうなるとですね、今横ばいに入ったところなんで、今度こそ、今度こそですよ。昨日1日見ていて、下がったマックスの点がここだってことが見えましたんで、 えー、137円の855とかね137円の910あたりこの辺がもう最安値だというふうに設定しますまああの価格が下がる可能性っていうのはいつでもあるんですけどもどっかでね加減を加減っていうのは下の限りですよ下の限りを設定しておかないとどこまで行ってもエントリーできないってことになっちゃいますのでここは不確定要素込みで倍、えー、でエントリーするために最低価格137円の まあ910とか855っていうのを設定するぞという風うに軽く考えておきますで今日はですねここから価格が上がっていって138円台の、まあ、中頃までね40とか50とかに上っていけばいいなという淡い期待を描きながらエントリーするポイントを探していこうかと思いますはいじゃあ1時間と15分を見ましたのでいつも通りデイリーから見ていきますはい1日足です1本が1日足なんですけどももうお分かりのように 右肩上がりをしっかりと進めてくださっている中で今ちょっとね押しが入っているところだっていうことなんですよねで、えー、先ほどの時間軸で押し限界っての大体当たりを探ってみたわけです昨日1日見ましたんでもう十分でしょう137円の800あたりが押し限界だと思いますので、えー、それよりもちょっと低いところにねロスカットラインを設定しながら今日は倍で入るぞっていうのが一つの目安ですじゃあ4時間の方行ってみますね はい4時間の方なんですけどもおここは割らないだろうっていう点が4時間から見えますここですねこちらの方を横にずっと引いておくとちょうど137円の800なんでレジサポ転換でこれをしない限りは今引いた黒い線のところが、まあ、今日の一番の安値というところでここをロスカットラインに倍でエントリーしてもいいんじゃないかなってことですよね、えー、とりあえず狙うのは138、まあ、円 の中頃ですよね。大体このぐらいまで動いてくれればいいんですけどね。138円の570とか。うん、まぁ、あ、139円に今週中に乗れるかどうかっていうのは今のところ見えませんけども、ただ乗っていただくと今月中の140円は見えてくるのですごくね、倍、えー、でのエントリーがしやすくなるかなっていうところです。じゃあ1時間の方にまた戻していきます。はい、これが現在の1時間なんですけども、 いかがですかね ?138 円の800あたり、要するにね、ここをレジサポラインの大体いい転換点として137円の795が切り場になってるよねっていうところで、えー、今日の方針が立ちます。まあ値段が下がったにしてもここは下がらないだろうっていうポイントがここですね。で、昨日1日犠牲を出しながら測れたんですけども ここがだからね昨日の時点での限界安値だったんじゃないかなと思うんですよだから安全策を引く上でも137円の795をロスカットラインにまあ設けるわけなんですけどもでもエントリーしてこれ以上下がらないだろうっていう点は137円の940まで上げることができるということでこの2つのね、えー、ポイントをちょっと今日は覚えておきたいですね137円の940と137円の795この2つです で改めて、バイでエントリーするときに、どこにロスカットラインを設けて、テイクロフィットの水準をリスクリワード、これもね、私の場合は3.1とか2.1とかで設定しますけども、もしまだね、リスクがかぶれない方は、リスクリワード1対1とかでやっても構いませんので、えー、今日のところは慎重に進めていきましょう。で今日ででね本当にに上昇するようでしたらこれは大胆に 今週ずっと倍をかましていって、それこそ139円を139円ですよで。今週中に突破するように考えていってもいいと思いますで。ここにちょっとゾーンができてますんでね、一応、ビュッとやっておきますえ。ちなみにね、包み足が出てるところにお気づきの方がいるかもしれません。ここです。包み足が出た後っていうのは、そっちの方向に値動きが進む傾向にありますんで、今やっぱり振り返ってもね、この包み足っていうのは、下落のきっかけになってるってことがわかると思います。 包み足ってのは本当に頻繁に出てきますので、私が言わなくてもちゃんと気づいてくださいね、これは。あの、細かいチャートの動きをこ、これですよ、これですよ、これですよって、確かに言うようにはしてますけども、これは言わなくてもわかるだろうってのを、たまにね、言わないことがありますんで。で、その場合は後からこうやって、えー、ここだったんですけど気づきましたかって言うようにしていきますんで、まあ、気づかない方はあまりいないと思いますけども、包み足について、ちょっとわからない方のためにもう一回だけ説明しておきます。ローソク足がこのようにあって、 線ができているとしますよねで次に陰線が溶線よりも長くできている場合これを包み足の状態と言いますでこの場合はですね陰線の方向に動きやすいんですで逆にですねこういうふうにあっちょっとすいません陰線がこういうふうに伸びていてその次にその次ですよ線が こういう風にそれ以上の伸びてるってことは今度はこれは上に向かう包み足ってことですよく覚えておきましょうそれでは本日も頑張っていきましょうね